では風呂行きます。ここは嵐丘の風呂とかなんて読むんだろう。るつぼの騎士が出るところですね。グレソで大丈夫かな、すっげえ不安がある。強そうだ。まずはちょっと距離を取って動きを見る。1、2の3、霧からの月、霧からの月、両方違うな。バッシュ的なものがあるけど、バッシュでもないな。あれ1回、3連続はなさそう。突き上げ、これがバッシュか。でこの後なんかいけそうだな。あと片手の時と両手の時、これ見極めよう。この後やばい、やっぱりちょっとグレソは振りが遅いから、1下がりながらでなんとかなるね。この後一発からジャンピング攻撃で距離を取る。ギリギリだな。これもう一発食らったらちょっと危険だな。逃げ気欠殺の可能性がある。ここだ、よし、痛い、食わない、大丈夫だ。クリプソの火力は申し分ない。突き上げからのジャンプ、やばい、一瞬でも出遅れるとこういう食らう。いやー、こんななの、たまたまジャンプでかわせたんだけど、月のジャンプ、やばい、逃げる。ここだ、やーっと2段階目、これは突撃のクロット。もうちょい早めのローリングだね。でも2段階目って言っても技が増えるだけか。ちょっと霊薬飲みたいな。あ、来た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 、これが突進の早め、多少早めだな。ただ見てタイミングが取れる。いやー、ちょっともうちょっと早くしないと、やばい、やられる。ちょっと一回距離を取って、てか半分減らしてないな。半分減らす前にあの羽攻撃が最悪。よっしゃ、危ねえ。でもこれだいぶ距離を取られるから、あの月の後ガードしてカウンター攻撃狙うのもありかもな。いやー、マジか、尻尾ですか。これはでもなんか見てかわせるからな。ちょっとこれ先に飲んどくべきなんだよね。回復を外してあるから。あー、でもガードしてカウンター狙うと霊薬の効果切れちゃうから、それはちょっともったいないよな。痛い、やばい、かられる。いやー、これはでも最悪。おお、痛い、範囲広い。ちょっとやばい、ジャンピング攻撃やめよう。なんかあんまり強靭削れないな。ジャンプ攻撃で強靭削ってなんだっけ、致命、あ、これ広い、でも回復がないからな。いや、広いよ、あれ範囲が広い。尻尾1回、来るか、だーい、まあいけそうではある。論争の方が良さそうだけどね。では聖杯瓶飲んでから入ろう。せっかくね、グレソを手に入れてあるんで、グレソでいきます。で、本当にちょっと無理そうだったら論争に切り替える。1
バッシュから、いやー無理だな。いた、いた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 、ちょっとあやばい。一振り、一振りのあっても来るかもしれないからな。こうなって一発で逃げたいんだよな。ガードか、ガードでやり過ごすか。ここ一発入らん。やはりある程度踏み込まないと無理か。速さがあるのが直剣だからな。それ考えるとこの後ってくるな。結構来るわ。3もあるか、4があるか。あれはガードだな、踏み込みは。しょうがないこれ。よく見れば縦に尻尾みたいなのくっついてた。あ、ローリング攻撃か、ありかもな。ただ前にローリングしないと狙えないよな。ガードされんな。スキーからの逃げ、スタミナがない。うん、ローリング攻撃スキーちょっといた、かられた。まずい、いやまずい。いや強い、もうこれはやばい。めっちゃかられてる。聖杯瓶狩りってわけでもないかもしんないけど、いや狩られるな。飲もうとすると、飲もうとするところを突っ込んでくる。こうだな、でこうで、こうのこう、あいいね。ローリング攻撃、ローリング突き攻撃いいかもな。こっちもで、このあと前を取る。あれはガードだな。いや、なるほど、さすがに強いルツボの騎士。ちょっと死体蹴りをやめていただきたい。かっこいいルツボの騎士自体が。3度目、あれさっき俺ロックンかけたっけ。だいけなかった、最悪だ。突き役で、ああ無理だ。ロンソの方がいいか、やっぱり重い、くれそう。2の3で突きで逃げる。1、2、3、4がある。5、まずいまずいまずい。最初が一番良かったな、得てしてそういうものだけど。突きがあった後はちょっと攻めちゃうか。で後ろに間合いを取る。そうか、月でも前に出てローリングでかわして、こっちが月、この月の後攻撃はないか。1、ちょっとこの後は攻める気になれないな、危険度がある。バッシュの後だな、バッシュ後月がいけそうだから。1、これは様子見。こいた、しまった。1、2の、怖い。これで突きで逃げる。回るよ、バッシュ。1、2、これが広いんだよ範囲が。いける、よし。ちょっとスタミナ、スタミナゲージ、あ、重量上げたいから結構ねスタミナ上げてるんだよね。だいぶ余裕はあるけどスタミナ的にはね。この月の後だな、ちょっと今回攻撃できなかったけど、これで逃げられる。あー来たか、だいたい半分くらいで。ここは攻撃にはできないから避け、月、いや尻尾か、月の後尻尾くるなこれ。それは頭に入れよう。無理だ、相打ちになる。今の体力量で相打ちは厳しい。まだまだここら辺、剣先がかすめるくらいのところでローリングすれば、まあこの月の後
尻尾くる可能性があるからな。バッシュから、バッシュからはないか。うわっ、スタミナのサイレージが減った。よし、このタイミングだな。あれは食らいたくない、強そう。この突きいけ、いっちゃうか。1尻尾、尻尾結構減るな。尻尾はね、2段階来るからそれは警戒しとかないといけない。いやマジ狩られる。ちょっとベスト飲むタイミングが分からん。この後か。これの後振りが来て突きをしたな。この後突き、よし。これ無理だよな、攻撃に転じらんないよね、さすがに。1、2、あ、やっぱ来るわ、尻尾来るわ。でも尻尾はもうちょっと相打ち角度いくか。やばい、めっちゃディレイかけてんな。でこのタイミング、あ、この、あ、広い、めっちゃ広い。でもこの間合いならエスター飲める。エスターというか、やばい、あー食らった。ちょっと間合いが近かったな。さてこの体力量でもう回復なしは無理だな。尻尾も2段階くるからそれも警戒しなきゃいけないよね。でよし、 OK。 いやこれも、いや広いよ。あれやっぱガードじゃなくてかわすべきだよな。これも早めに無理だ。あのタイミングでやられると広い、かわせない。そうするとカット100盾持って論争の方がやっぱり安定はするんだよな。でもせっかくなグレソがあるからグレソでなんとかしたい。やられた。では論争に切り替えて盾持ってきてます。ちょっとこれでやってみよう。論争に変えたことでちょっとリーチが短くなってるんで、そこの間合いの詰め方を少し見ておかないといけない。どうする、突きで前に来て突き。83か、やっぱりちょっと火力はな微妙だよな。ってか霊薬飲んでねえや。ちょっとタイミング見たら見よう。あ、早い、いいね、これロースいいな。無理、回飲んでいく。あ、いいねいいね。まあ振りが早いからちょこちょこ狙ってはいける。これまあ論争練習、いやディレイ、めっちゃディレイ。後ろに下がろう1回、突きからの1回、これ1回殴れるよね。いや殴れるわ、いいわ。振りが早いから結構攻めてこう、バッシュからも攻撃して逃げて、隙から1、2回いけるか。ガードされんな。火力がない分ちょっと手数で勝負しなきゃいけないから、2はちょっと欲張りすぎだな。ちょっとここはね回復したいから回復タイミングを見よう。この間合いを測ってる時に飲むと間合い詰めてきてエスト狩りをしてくるんで、ちゃんと相手の隙をついて飲まないといけない。隙振ってる時だよね、敵が攻撃してる時に飲む。ただそうすると俺も攻撃したい欲が出てくるから、あーやばい。そうなんだよな、あんなに飲むって無理か。死ぬ、やばい。ちょっとあのディレイ対応しないとな。いやグレソとロンソどっちがいいんだな。ちょっともう一回ロンソでいこう。まだね霊薬の聖杯瓶を飲んで挑むっていう癖がついてないからな。位牌使えねえんだここ。なんか位牌もありかなって思ったけど、
怠慢でいきますか、正々堂々と。まずは自分の前に入ろう。よし、これ月48式いった。あ、いった。いや、これエストを飲むタイミングちょっとな、考えないと。これが結構広いしな、これはいけるね。攻撃をかわしながら攻撃を当てていく。でローリングして、無理だ、あれは無理。2、3、スタミナに気をつけて、こっち1、あの後攻撃するのはちょっと危険だよね。1、2、クールクールして、ちょっと離れるとただ届かなくなるから、危ない。やっぱカット100立てはいいな。あ、これこれこれ、このディレイがね、ちょっとまだタイミング取れない。でこの月の後無理だ、リーチが短い、やばい、やばいけど盾でなんとかなってる。飲みたいんだけどむやみには飲めないから、ちゃんと飲むタイミングを考えよう。この月の後連撃の時にこの後いけるか。よし、詰めてはきたけど大丈夫で、やばいやばい、無理、強い。やっぱりグレソにした。パワーイズジャスティスでいこう。痛い、危ない。123いいね、やっぱり。このあとちゃんと見て対応しよう。あのあとは危険だから、ここのあとに突き、でむやみに回復はしない。このバッシュの後はいける。ただじゃあいつ回復するのっていう話にもなるからな。あ、やばい、これいけんじゃない、あのディレイ攻撃の後。これなんていけんじゃん、振ってくるから。足踏みの後だな、足踏みの後間合い取って飲める。でこの後逃げる。で月が来るからこっちも月で一回離れる。でこの後攻撃するのはちょっと危険なんで回避に専念。でこの月はいける、やっぱ月だな、月の後攻撃、月を誘発しよう。これはやばい、ディレイからの電撃食らってたら危なかったな。ちょっと離れよう、月が来るからこれは行くで逃げる。回復したい気もするけど、ま、一発で死ぬことはないから。やばい、危ない、あれ食らってたらまずかったな。この月の後月って来るか。よし、この後回復できるな、思えば。回復タイミングではある。いやー、尻尾、尻尾がねまだ全然対応できない。一回後ろに下がろう。尻尾、尻尾でも2回振ってくるよね。で、これ突き、やばい、やばい、これはここで飲む。よし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 。で、これは食らわないこと。できれば突きを誘発したい。いや、尻尾、これ尻尾一回か。こっからこれの逃げる。でこの周りで尻尾を打ってくると、あの超超広範囲尻尾が来るからな。1月の月ドン、あれもガードだな。
で月の月で尻尾、はい、5個か。少し余裕見て飲んでおくのもありだな。この2で嫌だ、超嫌い。バッシュ、逃げる、やばい、飲める、4つ、余裕ある。これを食らわないことで、これ下がろう、後ろに。いや広すぎでしょう。で逃げる、よし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 、これ突き、あー無理、どうする、飲むか、余裕を見て。これ当たるんかい。ただまあ飲む余裕はな、しまった。いやなんだ、なぜか買わせた、理由がわからん。これいけんな、あいけねえわ、そっか尻尾が来るんだ、月の後尻尾が来るんだな。でこれちょっとマジで後ろに下がる、いって当たるか、月からの月、しょうがないな、月が来てその後尻尾が来るのは相打ち覚悟でダメージを取りに行くか、攻撃チャンスにはなってるか。しまった、これはまずい、握手、最悪、これかわして飲む、あでも尻尾か、いやー広い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 、ちょっと待ってね、飲みたい飲みたい欲を抑えよう。やばい、これはマジでやばい、スキー、うわ無理だー、マジか。でもいけそう、やっぱグレソだな、グレソでいこう。全集中、マジかー、使い切ったけど向こうもあと2発かな、これは行きたい、ちょっとご利用してでもいいか、尻尾からのか、無理だ、ちょっとご利用しすぎだ、あと1発これ縦かすってもいけんじゃないか、ここだ、終わりだ、あぶねえ、最後ちょっとご了承しすぎたけど、いや倒した、強かったよ、尻尾の戦技これかな、こんなに苦労して2100しか手に入らないのか。いやでもだいぶグレソの練習にもなったな、ローリング攻撃結構使えることが分かったんで。ではルツボの騎士撃破ということで、お疲れ様でした。